のゲストはですね、いよいよ明日スタート紫式部のごめんなさいね大事なところをと頼りにしてるんだからごめんなさい紫式部さんの生涯を描く大河ドラマ光る君へから主人公真宙の両親役でご出演の岸谷五郎さん、そして国中涼子さんです。貴族文化花開きし平安の都、千年の時を超えるベストセラー源氏物語を生み出した紫式部の波乱に満ちた生涯を描きます。主人公真宙は好奇心旺盛で父譲りの学問好き、漢籍や和歌に興味を持っています。二世に兼じて曰く馬なりと。父為時は藤原一門ですが下級貴族、苦しい生活を送っています。父上の官職が決まったらお祝いに行きましょう。母千葉は不器用な夫為時に尽くし、自分の衣服を食べ物に変えるなどして暮らしを支えています。お礼参りに行きましょう。そんなある日。いかがした？真宙は謎の少年三郎に出会います。壮大な平安絵巻がいよいよ幕を開けます。会いたかった、会いたかった。たくさんの本囲まれて自分の部屋にいるんですけれども、はい、様になってないと、きちんとそこに存在しないとまずはならないなっていう自分の部屋に対して、うん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 、本当にそこにいる人として、うん、佇まいであったりとか、ね、もう見なくても本は取れるっていう、見れるっていう、だから10話ぐらいまでは本当そこにいることがすごく大変でしたね。所作の教え、もちろん先生いらっしゃいます。ああでもないこうでもない言われてああでもないこうでもない言われながら、すいませんすいませんと言いながらそしてお母様の千葉さん、はい、どういった人物なんですか？そうですね、明るくて、うん、ちょっと不器用な夫を支え、はい、嫌なこともそんな顔には出さずっていう、明るく話そうっていうのを心がけてました。幼い真宙は父が母以外の女性のもとに通うことが理解できません。母より他の人の方がいいんだ。私のこともいいと思ってらっしゃると思うわよ。父上の気持ちも母の気持ちも真宙がもう少し大人になればわかるわ、きっと。女同士の何かちょっとつながって感があったので、すごくいいシーンだなとか思いました。父親としてどうなんですか？なんそれ責め、なんで僕が責められ係に今回なってるんでしょうか？平安の常識なんていうことを我々現代人は分からないわけで、そうですよね、子供はゼロなんですよね、その意識が、でも、あれはしっかりとその平安時代の男女のことを子供に伝えてるシーンでもあるわけですよね。確かに吉高由里子って最高にいいやつ で、うん、で彼女は顔合わせ本読みの時に、私は座長としてみんなを引っ張っていくことができませんって、だけど、彼女が持っているそのポジティブなエネルギーっていうのがすごい現場にあって、彼女の笑顔がなんかみんなを支えて楽しく、緊張感のある中、楽しさを忘れずに撮影できてるっていうのは十分に座長の役目なんですよね。よく原さんご存知のように、私もお友達なんでして、一回壺にはまるともう抜け出せないんですよねもうめっちゃゲラですよね。ゲラなんでブワッ、あいつ漫画の吹き出しに書くと、ブワッと割れますよね出ますよね、本当吹き出すんですよね、おっしゃるまんま。衣装が重いのに頑張ってるなって思ってたんですごく暑かったんです、ロケが、で私もすごい汗っかきなんです。あれでもそんなに着てる方ではないんですけど、もう顔からも全身からも汗かいて、なんか大丈夫でも汗だくだから、ずっと心配してくれてて、大丈夫大丈夫ってもうずっと拭いてたんですけど、もう
すごい汗かきで、なんか心配させてしまったでも楽しないで頑張ってた伝わってますよ。平安貴族の屋敷といえば神殿作り。上級貴族兼家の屋敷は強大な権力と財力を表現しています。白木で作られ丸い柱が特徴的です。一方、下級貴族の為時一家が暮らすのは質素な屋敷。どこの部屋にも畳はありません。畳って高級のものってことなんですね。庭に生えている竹で様々なものが手作りされています。これやこれも竹製です。川が流れてる水が流れてるねっていうところから、こういう感じの家なので、まずどこで寝るんだろうっていうの、ここでご飯食べるんですか、ここが寝室ですか、もうそれも分かった上で動いたりしなきゃいけないので。大概メイク終わった後に顔を拭くタオルを置いてあったりします、まあ、最後ってそれで終わりですよね、もう一つね、足拭き雑巾が置いてあるんですよ。ためときてで撮影すると必ず顔拭いた後、それで女優も男優もみんな足拭いて終わる。足の裏が真っ黒になるので、足拭いてると、あの人終わったなって